はい、お疲れ様です。えー、今日は、ベトナム人実習生暴力事件についてをお送りします。えー、なんかね、まあ、コメント欄にも何個か入ってたんですけど、あのー、暴力事件って、なんか、ツイッターかなんかでもともと上がったと思うんですけど、なんか、日本人の上司かなんかが、まあ、ブチ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 いっとって、動画に、ね、殴られてだよね、ベトナム人から。で、まあ、結構それが、まあ、ニュースにもなっとったよね。 で、俺もそれは見とったんだけど、あの、今、ツイッターがなんか出てこないんですけど、YouTube でそれ検索すると出てきます。あの、ベトナム人実習生、暴力事件でやったら、なんか、誰かのやつ出てきとったんで、俺もそれまあ見て、まあ実際ニュースとかは聞いてたけど、その動画で見ることもねえなと思ったんですけど、あの、コメントでさ、なんか、社長の考え方教えてくださいとか、あの、セミナーにしてくださいっていうのが、ちょろちょろちょろあったから、いっぺんちょっと喋ってみるか、と思って。 うん、ちょっと見直してきちっとどういうものかって見直したんで、まあ、ぜひちょっとやっております。結構棒棒ン投げてるんで、みんなももしよかったら見てください。えー、あ、あとグッドボタン、チャンネル登録お願いします。えー、毎回言うんですけど、あのー、結局、ね、誰が登録したってこっちでわかんないんで、あのー、なんかオーラぐらいの年の人ってさ、まあ本当になかなかチャンネル登録でできないと思うんですけど、まあできやね、その塗装、ね、足場、防水とかの、まあ経営者の方に、 向けてまあ商売のノウハウもやっていきたいと思うんですけどなかなかね今まだそれやっちゃっても数字伸びないからまあもうちょっとチャンネル登録者増えてからそういうことやっていきたいなと思ってるんでぜひねまあ10万チャンネル登録いったぐらいでもっとニッチな本当にもう経営者向けの話とか結構していきたいなと思ってますんでぜひお願いします行ってみましょうかはいじゃあそれでは暴力事件についてお話し,しますえー、まあまずねその僕がその動画を見た時に思ったのはうーんまあ 見,見たことある時かなみんな見てんのかなあの動画。結構ボコボコに殴ってるんですけど、二人がかりでね。まあ、途中から一人参戦するっていうか、もともとなんか怒られとったやつうわーって言われとったやつの違う子がバーン殴るんだよね。で、まあこっちも一緒になんかエルボーみたいなのやるんかな うん、だけどなんかまあそうやって、まあ、ベトナム人殴った云々うんんってまあこれちょっとこの後に実習生についてっていうのをちょっと話してしてじゃあうちの実習生も含めねほかの、まあ、俺の知り合いの会社も結構ベトナム人に入れてる会社あるから話を聞いた話とかもちょっと話すんですけど、まあ、その動画の中ではまあ殴られてる、まあ、その子たちを庇護するあな殴ってるんだけどベトナム人がまあ悲劇するわけじゃないんだけどまあねその 怒ってるやつもなんかセンスない怒り方しとるんだわ。なんか、あれ、まあ多分食堂かなんかだと思うんですけど、あの、なんで寮みたいになってんだろうな、あれ。ほんで多分、まあタコ部屋って言ったら言葉悪いですけど、昔で言うあのタコ部屋、多分四畳一間とかの部屋がみんな割り振られとって、で食堂があって、まあそこに住んでるんだろうな、多分。で食堂みたいなところで、まあカメラ撮ってるんですけど、まあなんか、 おお前前っったたよなーみたいななみいそんここと言っと言てるわお前現場のことだね多分その場のなんかことを怒っとんじゃなくて「多分お前昼間行っただろ」みたいな,なんか偉そうにまあまあ喋ってれを見ると面白いけどそのおっさんの喋り方の方が面白いんですけど俺はうんで俺が思ったのはさ YouTube やってると思うんだけどさカメラ回ってるってことはさこのすごいプレッシャーかかるわけですよその今でもそうですけど緊張するわけだよねで まあその動画の中でまあ結構目の前でさ多分スマホかなんかだねあ縦撮りかなんかだから撮ってるってことは多分あれベトナム人が撮ってるんじゃないと思うんですよあんだけ日本人が怒っとるまあチームだからベトナム人ってどっちかちいうと一人が怒っとるとやっぱねなんかじゃあ横でシューンとしとるのが普通だと思うんですけどなんかカメラ撮ってるってことは俺多分日本人が撮ってると思うんだよなあれ多分そうするとなんか 悪ふざけじゃないけど、なんか、おるルしょそれアホ、アホみたいなやつ。あの、帰ってってから偉そうにしたいもんで、ちょっとカメラ回しといって、みたいなとか。例えば、まあ、あカメラマンのやつが、超ょ、おこれや、みたいな。ねお前芋引いとんのか、みたいな。で、多分カメラマンの方が、ま、あ上司なのか。俺は知らんけど、結構いい年こえたおっさんだけどね、となってるやつも。うん。で、なんか、勝負そう。本当に喧嘩もしたことなさそうな変なおっさんだわ。 うん、なな何も言えんもんで、文句も言わんべ、ドア無人にだけ言っとると思うんだけど、俺はね。うん、で、まあ、この、まあ、暴力についてだで、まあ、暴力だけど、うん、まあ、俺、どっちが悪いって、まあ、殴ったら負けだで、ね、まあ、殴ったやつが悪いと思うんですけど、うん、まあ、センスはないよね、その上司に対してはね。上司が、その日本人が、わーわー言っとるやつが。 で、目の前に確かね、ビールも置いてあるんだわ。まあ、職人、ベトナム人が飲んどったんかもしれんけど、いや、なんか俺はふざけて、なんかカメラ回しながらビール、そいつの目の前に置いてあるから、立っててんだけど。で、でなんか酔っ払って、なんか偉そうにして、で、カメラ回せ、みたいな感じで、うんまあ、日本人にいじめられて腹立ったんか、社長に怒られて腹立っったんか知らんけど、なんかそんな感じに見える。う でまあベトナム人と日本人の関係まあこれちょっと書いたのがあのー、さあまあ、まあんまり長くなっちゃうんでちょっと難しいんですけど話すのがあのどこの会社もこれあると思う俺もねそ現場で見たこともある自分のところの会社以外ねうんやっぱりねベトナム人っていう、まあ、実習生全部だよねあに対しての扱いっていうのは本当まあトはまはあ、特にだけどさ まあ基本的にひどいと虫うな,んか、まあ、無視気な扱いじゃないですけどなんか言葉がしゃべれんもんで赤ちゃんみたいに見えるんだろうな多分あれまあこういうこと言ったらまあ恥ずかしいんですけどうちもベトナム実習生が来て1年2年っていうのはやっぱんなかなかね俺もお前らそういう扱い現場に行くのはその日本人の職人とベトナム人なわけじゃん。 で、俺は、まあ、いかんかったのは1年目にすごいベトナム人を可愛がりすぎて、なんかこれ日本人と揉めると、俺のところに来て、もう怒って社長に言いつけるみたいな感じになっちゃったもんで、ね、まあ、あんまり今仲良くしよにしとるんですけど、現場が困るからね。ただ、現場を成長させなかった。やっぱ2年ぐらいは苦労したから。やっぱ日本の子も、やっぱ飛び職って若いじゃん。だから、 ねやっぱ言葉も通じんねあれ持ってこいって言ってもあれが分からんっていうかねあ,のそのあれって名前ってよな例えばまあそのねリモコン持ってこいって言ってもリモコンが分からんみたいな世界でうんなあ腹立つんだろうねでもともと会社はさやっぱその給料も安いから使いたいっていうかさ、まあ、あるわけじゃないですかだけどやっぱ日本人としては「いやそんなやつ来られても」みたいなノリじゃんね,ねそんな日本人にれてくださいよみたいなさ あのまあ今ね YouTube やってるから求人断るぐらい来てるんですけどあの、うん、まあありがちなのはだでもう普段からすっごいたまった後もあんな飯食っとる時にバン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 言われるような会社だもんね現場でもなんか、うん、もうほんと人間扱いされてないと思うけどな横から仲間がバーンって助けて殴っとるけどうんまあ うんまあわからまあ殴ったら負けたでね。あいつらが悪いし怒られるし、まあ刑事事件になれ、あいつらが法的なね、あれも受けなあかんと思うんですけど。うーん、まあ、あれをあげたやつは多分日本人だと思うので、まあそのあげたやつがクソみたいなやつだなぁとは思うけどな。ああ、もう絶対事件になっちゃうんでね。なんらもう帰らされてるでしょ、多分あいつらね。帰らされるのはもう決定だよね。 でも、あの、ベトナム人って何百、まあまあそれ、あ、実習生について言っでやる。ちょっと、まあ、ちょっと待っててね。労働環境。まあだって労働環境は過酷っていうのはね。うん、まあ、残業についてはね、この、わかるんですけど、こういう、まあ、経営者も見てくれてるんで、塗装の職人さん。まあ、いうち塗装も使ってるからね、シールも。うん、で、残業については逆に、あの、法律の方がうるさくて、30時間とか40時間とかも、40時間かなもう決まってるから、 40時間って言っても、あの、出勤日数でも残業になっちゃうんで、結構超えてくんだわ。結局何 ?1 日毎日1時間ぐらいしか残業なくて、1時間も残業なくても塗装なんかないからさ、残業が。それでもその25日とか出ちゃうと残業になっちゃうんだよね。20日ぐらいでしょ多分普通のあれって。だけど、あの、労働環境については、ま、あその出勤日数、その残業についてはもっと働かせてくれって言ってる。でもごめんけど、申し訳ないけど、 そのやっぱもう俺,俺らが怒られちゃうもんね国からねでその子たちはもっと働きたいねお金も稼ぎたい、うん、だけど働けないっていうのがあるけど、うん、だけどまあその労働環境その上司とかそういうものに対しては、うん、まあさっきも言ったようなことが多いんじゃないんかな、うん、なんかねちょっとこの間コメントにあの目を見てしゃべるってて俺人と見ても見せるけどレンズってね喋りづらいのちょっと今意識してるんであのアンチコメントさんありがとうございます うん、もっとレンズ見てよ、お前、言い方だけちょっと気をつけてほしいけどね、うん。レンズを見てしゃ、もっと喋れや、お前、みたいな感じで書か,か,かれたのかな。うん。はい。で、ベ,あベトナム人の暴力事件。あでこれちなみにうちも喧嘩があったんですよ。10対10かなんかだったから。それ動画にしてるんですよ。まあ面白おかしく。だけどうちはまあ仲良かったのでしょっちゅうみんな飲んどったの。日本人対ベトナム人で。もうその事件ももう4、5年前だけど、 で、寮でまあみんなで飲んどってお酒飲んどったらまあ、お互いやっぱ熱なるもんね若いでね。んで、ばーって多分言い合いになって、まあ誰が最初に手出したかも,もうわからんぐらいって言ったけど、やっぱ渦巻っとるもんもあるんだよな、あいつらも。今だいぶいいけどね。で、俺もそれはもう日本人に対してすっごい怒ったし、ベトナム人に対しても怒ったし、で、ベトナム人を扱い。 についてやっぱ日本人もやっぱりレベルが上がってきた。もう今このもう6年目かな使って。だからその彼らがいないと自分たちが回んない。自分たちがきつくなる。ね。彼ら帰るのがいいよってお前らも帰りたいってなった頃帰らっしゃるけど、日本人がきつなるもんね。今まで3人でやれゃよかったところ2人でやらされるんだからさ。それきつなるじゃん。だからもっと大切にしんと、 俺でももそうだもんね社長が駒みたいにわって従業員使っとったら辞めるのやけどえらいの俺だもんね、うん、それはみんなでね現場も一生懸命やってくれる営業もきちっとやってくれる事務もきちっとやってくれるから今俺 YouTube なんか撮ってれるわけですよねだからそういう価値観がまあ浸透してきたのがやっぱ34年2年3年4年ぐらいかな、うん、まあでその頃にやっぱ事件が起きたよなうちも、うん、結構なん あれだね。人体切ったとか、<laughs> 塗ったとかだ。塗ったんかな人体は切ってないかなガラス割っちゃってね。バギーって言ってで。結構大事件だったけど、ベトナム人の方が強かったんでね。<laughs> けど、大怪我しょったのは日本人かな、うん、だけど、じゃあ次の日からうちのベトナム人は、じゃあ偉そうにするかっつったら全然偉そうにしないからね。あの、きちっとそいつにも、あの、礼儀、かましろとか、か相当辛抱しょると思うよ、ベトナムの子は。 うんまあ、ちょっと、まあ、ベトナムの実習生についてちょっと次話しますねで、そこでまあちょっと詳しく話します。はい、これちょっと最後のページになるんですけど、あのー、実習生について話します。まあね、まあさっきから何回も言ってるいあれだけど、何我慢しとるって言ったらさ、まあこれちょっと3番からじゃないですけど、まあ給料はすごい安いんですよ。まあ、法定賃金、今、愛知県が970円かな。最低賃金が950円かな 70, 70円ぐらいと思うんですけど、 ちょ、ちょっとごめんなさい。これ、間違ってるかもしれないんでね <laughs>。ま、999は1000円は高かったと思う。うん。で、それ以上ぐらいなんですよ。で、まあ、うちはちょっと50円とか、まあ、1年目50円アップとかなんか時給でアップしていくけど、うん。で、まあ、法律がある際んで残業もバチッときちんと多分やってるし、うん。1.25かなんかになっちゃうかな。ま、初会場で取ると。まあ、だってそこら辺はきちっとやっとるんですけど、あのさ、 そのベトナム人、まあそれは中国人だろうが何だろうがその実習生はみんなそうだと思うんですけどあのそのベトナムの送り出し機関っていうその向こうでそのベトナム人を集めてこっちにこっちの組合さんに紹介する会社があるんだけどで俺らがこれ面接行くんですよこの送り出し機関っていうところにねでそこで100人ぐらいぶわーっておるところで面接してで合格あのこの子とこの子この子を連れてきますって一1年後ぐらいに来るわけですよ実習生が で、それまでじゃな1年後だったから、半年後だったから、ちょっと俺も、まあ半年ぐらいかもしれん。で、何やるって言ったら、その間に訓練とかいろいろ一応受けるわけですよ。で、その、まあ訓練、学校っていう名目で、あのね、うちの子たち言ったらね、100万ぐらいですよ。まあちょっと2、2社から来とるもんで、いろんな子がおるんですけど、100万とか80万借金。すごいでしょう。うん。で、今まではもう3年で帰らなか,かったんです。これ、ちょっと後で話すんですけど。 でその借金をしてくるから、あいつら我慢するか、飛んでなんか違法なことして金を稼ぐか、その違法っていうのはその悪いことじゃなくてね、違法労働ってあるんですよ。だって、うちみたいなところが飛行機代まで出して雇って、すごいお金払って雇ったやつが飛んで、まあ日給1万円とか1万2000円で使いますっていう会社がいっぱいあるわけ。その不法にね、使って。で、バレたら帰れよみたいなところがあるんですよ。で、そういうところに行くコたちも、まあうちはいないけど、ね、最初の、 1> 1年目の子達があったかな飛んでなんかずっと働いとるっていう噂は流れてくるぐらいで、うん、なんかねどっか行ったりさ福島の方行ったりとかさ、うん、そう流れていくんだよね1万2,000とかで安く使われてでいい時だけ使われてみたいなと思うんですけどな、うん、んでもう本当に借金してくるからやっぱ辛抱っていうのの ま、ど真ん中だと思うんですけど、あのー、その3年間働いて、今、この2年に延長して5年になるんでしょまあ、もしあの、こういう、俺はもう何が一番嫌だなと思うの。やっぱ民間の仕事やるから、ベトナムの子が、じゃあ今度お客さんが来たら、心配になるっていうのが嫌なんだよな。こういう暴力事件が起きた。で、ネットでだくとね、今なんか中国人の犯罪よりもベトナム人が増えたって、あの、犯罪率がね。だけどもう絶対的な数が違うでしょ。 もう多分、もう中国で実習生入れてるとかがもう今ほとんどないんですよね。ほとんどベトナム実習生だと思うんですけど。で、それだけの数のもう、暴数が違うから、その犯罪が超えたとか、うん、まあ悪い奴らじゃないやね、あいつら。本当に。もう日本人の方がよっぽど俺ゃくいと思うけどな。うん、まあ、うん、まあ3年から2年に延長して、まあ、 3年目4年目5年目は自分で選べるし他の会社も行けるんですけどそうやってこれから5年になるからうちもこれから20人30人体制ぐらいになってくるのかなっていうところではありますね、うん、であとはまあ2番に対しては、まあ、そうだけどほんと仕事はね本当に真面目なっでこれからそのお客さんも怖いなと思うのは、まあ、もちろんやめてほしいなっていうのが一つお願いと、まあ、実習生を使おうかなと思っとる人はね モールは絶対使った方がいいと思うよ。ほんと真面目だもん、はあ。日本人なんか10人に一人おるかおらんかぐらいの逸材が当たり前のレベルだもんね。やっぱ根性あってガッツあって向こうに家族があって来るんだでね、みんな。うん、だって子供にも会えないんだよ、3年間。まあフェイスブックとかああいうので繋がってるみたいだけど。うん、だから、うん、まあ殴ったことはまあ悪いでもちろん謝罪しながらあいつは帰らされると思うんだけど。うんまあ 日本の会社のあり方としても、うん、外国人になりしてないもんね。日本人って本当に。うん、まあ本当海外なんか行ったらこの、こんなんも、俺も海外いろいろ行くもんでさ、本当に感じることはもう他国籍にいろんな人がおって当たり前にその環境があるけど、日本人ってまだ鎖国しちるみたいな、まあ、そういうとこあるでしょ、うん。外国行くって言った瞬間、大丈夫殺されへんかとかさ。うん、だから、日本人ってまあそういうところはあるからね。 うんまあまあ難しいと思うんですけど、まあ、うん、まあ私、俺の考えは、まあ本当、まあそういう考えはやめてあげてほしいなと思います。で、うちの YouTube でも結構ね、本当にベトナム人いっぱい出てるから見てもらうといいんですけど、まあ、すごい真面目ですよね。ね可愛いよ、ニコ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 してね。うんなんでまあ、本当におとなしい部族だからね。部族っていうかその種族っていうのかな。ベトナム人って本当おとなしいでしょ。 どっちかっていうとね、もう向こうの国行っても、本当に面接行っても本当に思うけど、うん、おとなしいで。何でも従順だよね。まあ、そういう人たちなんで、まあ、変なふうに思わずに、うん、あの、それは殴るわって、日本人も殴る、蹴るなんかあるけど、ベトナム人が殴っただけで話題になっただけだからね、日本人が殴ったって話題にならんでしょ。当たり前だから。当たり前すぎるからね。そんな、それ、ちょっちょあるよ、うちでもね、日本人同士で殴りいの喧嘩したなんてさ。 うん、まあそんなとこだと思います。えー、チャンネル登録といいねあのぜひよろしくお願いします。